またララベルらしいこう勝負根性がを出してくれて、勝てたのはこっちの想像をはるかに超える、走りでしたね。ちょっと順調さを欠いて、追い切りの本数も予定通りよりも少なくなってしまったんですけどね。まあなんとかここまで来れたかなという感じです。いつも結果を出してくれる馬なんで、まあ、今回もこの状態を克服して頑張ってくれるんではないかなと思ってます。あとは皆様の後押しがあればなんとかなるのかなと思ってますんで、見守ってください。ちょっと一回厳しいのを経験させたいなと思って、まあ、プリンセス賞を使うっていう前提でクラウンカップを使ったんですけど、まあ外の枠から果敢にいってバテましたけど、いい経験にはなったんじゃないかなと思いますね。まあああいう厳しいレースは絶対プラスになってくるんで、今回も枠内目に入ってすんなりいったら相当しぶといだろうなと思ってますね。今日の、まあ、追い切り単走だったんですけど、勝手に時計出ちゃうぐらいなんで、本当に体調がいいですよ、今。ね、中身が伴ってきて、やっぱ馬体の通りの走りになってきたんで、まあ、スピード乗ったら相当我慢も効くと思うんで、期待してます。前回なんかやっぱり賞金足らなくてね、重賞使えなかったんですけど、同じ、プリンセスのね、この18っていうことで、距離とね、その時計を知りたくて、比較時計をね、まあ結果がよく出てくれて、その後も順調で、迎えるんでね、馬をきれいに作り直したつもりなんで、いい結果が出るとは思うんですけど、ララベルもね、まあ、こっち来た時から、荒山先生とよく話したりなんかして聞いたんですけど、もっともっと馬も良くなると思うんですけど、現時点のね、馬の状態からしたらいい勝負になると思います。馬自体もね、相当能力も高いと思うんで、まだまだこれから先がある馬だと思うんでね、なんとか勝てるように仕上げて出しますんで、応援のほどよろしくお願いします。1004で、まあ、ちょっと前目に行ってくれっていうので、無理やり行って我慢したユングフラウ賞を見て、やっぱ能力高いなと思ったんですけど、まあ、前回スタートしてすぐ内と外の馬に挟まれて落札して、まあレースにならなかったんですけど、まあ、元来1008ぐらいの方がいい子かなと思ってるんで、相当期待はしてますけどね。日に日に、地方競馬のこの餌の感覚も慣れてきたし、体調も相当上がってきてますよ、今。レースと調教をよく分かってる子なんで、リラックスしていい状態なんじゃないかなと思いますけどね。